はい、どうも、いつきんです。今日はですね、2段階目の、レサとパルトの、編成の方を紹介していきたいと思います。画面ではですね、すでに3段階目に、切り替わってしまってるんですが、こいつは毒を使ってくるんですが、いつも通りですね、状態異常の、かかる確率が 100% じゃないので、毒になるかならないかで、TP の溜まり方が、変わってくるためですね、タイムライン通りに、うまくユニオンバーストを打ったりとかっていうのがちょっとできません。なので、参考程度にですね、タイムライン、まあ大まかな動きと合わせて、書いてあるので、あくまで参考程度に、見てもらえればなと、思います。これはまあ、あれなんですかね、運営の対策なのか、結構ランダム要素が最近増えてきてます。で、あとですね、物理編成と魔法編成両方あるんですが、ちょっと物理の方がですね、間に合わなかったので、編成だけ紹介する形になります。で、魔法編成に関してはですね、この編成がですね、後の、この後上げる動画につながってくるんですが、一応魔法を2突できるような編成にしてあるので、それも合わせて参考にしてもらえればと思います。それでは見ていきましょう。はい、では見ていきます。編成はこんな感じですね。前回に引き続き、水着イオンを使っていきます。最近出番が増えてきました。で、先ほども言った通り、左側、いつも通りタイムラインと、あと今回からですね、大まかな動きを目指してます。ちょっと見づらかったら、指摘いただければちょっと考えます。で、まあ毒を何度か使ってくるんで、それにかかるかかからないかでかなりですね、ずれてきます。なので、代表的といいますか、比較的多いパターンを書いたつもりではあるんですが、かなりずれると思います。で、大まかな流れとしては、ハロウィン強化を使っているので、バフをマックスでかけたいっていうところがあるんで、ネネカから使うような、ネネカで、バフをかけて、そのバフを乗せた状態で、ハロウィン強化のユニオンバーストを使うっていうような、形を意識すれば問題ないと思います。で、ダメージソースに関しては水着魔法、一番高くて一発5万ほど、クリティカルが出れば10万、こんな感じで出るんで、ダメージソースは水着魔法になってます。で、ちょっと試せなかったんですが、魔法のところを強化にしても、そこそこのダメージは出るんじゃないかなとは思うんですが、多分、魔法の方が、回転率的に噛み合うかなと思います。で、あと、比較的ですね、毒プラスユニオンバースト、あと、突き刺し攻撃みたいなやつが痛いんで、そこは水着利用で対応するという感じになってます。で、才能開花に関しては、ハロウィン強化星5じゃないと多分死んでしまうので、終盤ですね、星5でも利用の回復が遅いと死んでしまう場面があるので、なるべく星5を推奨しています。あと、レサトパルトはですね、自分のデバフを、消すっていう行動も持ってるので、なるべくですね、魔法のユニオンバーストを、あと水着キャルのユニオンバーストを打つときは、デバフが再度かかったのを見てから、使うような感じにしています。あとですね、魔法にの編成にあるあるなんですけど、エフェクトがですね、ちょっと派手で結構見づらいんで、なるべくですね、オートボタンを使って、スキルをキャンセルしないように、ちょっとさっき間違えてネネカのスキルをキャンセルしてしまったんですが、ああいう事故があるので、なるべくオートボタンを使うようにするといいかもしれません。で、ここですね、下手すると死ぬので、イオに関しては連打、意識するようにしてください。ちょっとでも遅れちゃうと、
全体攻撃で強化が死んでしまうということがあります。ここもスキルキャンセルしちゃってます。ここもオートで撃つのが正解です。まあ、何度か失敗はしているんですが、ダメージ的にはちょっと左見えないと思うんですが、600万近く最終的には行ってます。最後魔法を打って、終了ですね。はい、こんな感じで593、まあ、上振れれば600万もいけるかなっていうような、ダメージになってます。はい、という感じで魔法は、あんな感じだったんですが、物理に関しても一応、紹介していきたいと思います。ただですね、気づいたら3段階目に、いつも通りなってたんで、ちょっと動画を撮るのが間に合わず、今日の朝、撮った、生放送のアーカイブで、少しだけ、流しているので、まあ、気になる方は、ご覧ください。編成はこんな感じです。無意味、ダブルマコとジータ、通常のコッコロ、まあ、流れだけ言うと、最初のコッコロのユニオンバーストを使うときに、ちょうどトライスラッシュが入るので、前に出たタイミングで、ユニオンバーストを使ってコッコロタンクをするっていうような、感じでした。じゃないとですね、無意味が死んでしまうんで、必ずコッコロタンクするようにしてください。で、前回と違ってユニオンバーストで前列に強制的に出すので回避とかの心配はないはずです。で、この編成だとだいたい500ぐらいが平均ですかね。500万ぐらいのダメージ出すことができると思います。まあ、下振れたりとかちょっと間違えてミスしたりすると500万切ることがあると思うんですが、だいたい500万ぐらいで収まってくれるんじゃないかなと思います。というわけで、今回の動画は以上になります。次はですね、2段階目の、ニードルクリーパーを上げて、終わりかな。あとは3段階目の動画になると思いますので、チャンネル登録とあとツイッターのフォローの方よろしければお願いします。